50年間のご愛顧ありがとうございましたと表示をしました。この新宿コマ劇場に来ました。新宿コマ劇場シアタープルコマ東宝と書いてあります。平成20年12月末をもって閉館いたしますと書いてありますが、その一環の歌謡ショーに来たところです。まずはこのビルの上田から撮影をします。この前の通りは比較的人が少ない状態でして、これくらいの通りです。今途中借りてきた道は非常に大勢の人たちが通っておりました。この道も道路の両側はそこそこですが、これの左側の道路の方が一番大きな人波を数えてきておりました。コマ劇場閉館ということで、この後この街の様子がどういうふうに変わっていくか非常に注目をされるところです。もうこのさすがに新宿歌舞伎町、数多くの飲食店、もうまさに歓楽街の日本で一番の規模というほどのこの賑わいです。多くの家族の店があります。膨大な飲食店街、全国の名産を集った名前の店々があります。ちょうどこちらの方向が新宿駅の方向です。これでこの後コマ劇場に入っていきます。